はい、どうも、トシボーイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日はゲストの方に来ていただいております。このお二方です。はい、はい、どうもお邪魔いたします。ほんと、ポゼッションだぞ、みんな。さあ、始まった。お邪魔いたします。ずーっと痛い、このチャンネル。私、クルーになっちゃうから。どうも、漢字横須賀と申します。ものすごい佐々木と申します。ありがとうございます。お二人ね、今日は来ていただきまして。はい、ありがとうございます。で、ね、ちょっと、ここで、来ていただいた理由の一つというか、で、漢字さんがね、ちょっとなんかみんなにご報告したいようなもの。そうです、そうです、そうです。なんと私ですね。はい。中川真二怪談グランプリ2022年。はい。私がですね、グランプリを取ったんですよ。おめでとうございます。現チャンピオン。現チャンピオンだ、これ。ございます。ありがとうございます。素晴らしいですよ。ね、もう。これはすごいでしょ。そこら中に持ってっての見てます。これ見よがしにね、渋谷の街だし。ガンジーと横須賀でしょ、こっちが横須賀。そう。骨になってるんですよ。ガンジーが骨になってる。価値があるいいですね。いや、でも素晴らしい。素晴らしいですよ、本当に。なかなか取れない。なかなか取れないっておっしゃいましたけれども、すみません、僕も、実は持っていまして、僕、2つ持ってるんで、なかなか取れない。なかなか取れるもん。全く同じことこいつもやってたんだ。2個タイトル持ってる人って早瀬くんがいるんですか？僕と島田秀平さん。あ、島田秀平さんが。はい。いや、だからもう言ったら2022年の、もう一番怖い怪談の一つをね、まあ、そうですね。ガンジさんがやったということですから。今年の顔ですからね。なんなら、そうだね。今年。日本の顔です。日本の顔。そうだよね。本当に行われたんですよね。行われてる。放送されてる。見てください。ユーネクストね、まだあるから。俺も多分夢の中なんですよね、まだ。ユーネクストでまだ300円で買えるから。ガンジさん以外が不戦勝とかそういうあったかもしれないです。なんか、まだ俺も見てないんでね。確かに俺の階段聞いてるから、岸本さんは。俺ね、とある大会でね、なんか噛み倒してるんですよ。ずーっと噛み倒したまま終わっちゃった。今もちょっと甘噛みしちゃったもんね。噛むっちゃったもんね。そうそうそう。そう。ある大会でね、僕らが審査員で、ガンジさんが語るっていうパターンがあって、で、満場一致で審査員の最低点を取ってる。最低点。三振かホームランしかない。僕は三振のイメージが強いんで。ホームラン出たんだ。マジで、あのガンジさんが。そうだろうね。そうだろうね。思いました、本当に。一発。一発。対談ってやつをちょっと。この優勝じゃない話でもいいですか？いいですよ。もちろん。ホームランであれば。ホームランなら全然。ちょっとハードルが上がってますね、だいぶ。マジでいきますよ、楽しみでも。本当に楽しみですよ。じゃあ。これちっちゃい。聞いたんですけど。じゃあ、この話はあれとかじゃなくて、じゃあ、KK 階段みたいな感じになりそうな始まりでしたけど。ね、これね、これ知ってます？知らない、何？ポップね。やるの？ナヨンちゃんね。ナヨンちゃんのポップ。若い子がやるのね。そんな階段をね。そんな階段階段ねえわ。YouTube と、でも、やれるかどうか分かんない範疇の話なんで。なんで話すなよ、そんなもん。精査してください、一回。精査？じゃあ、俺に向かうのよ。あ、じゃあ、精査してもらって。際どい話なんですね、じゃあ。結構そんな感じの。そういう方が面白いのもいいんで。全然いいっすよ。ありがとうございます。はい。これ、最近ちょっと聞いた話なんですけど、私の仲良くしてる会社の社長さんがいらっしゃるんですよ。これが埼玉在住の M さんっていう方なんですね。で、M さんから聞いて、これが2003年の話なんですって。今から19年前の話。で、その当時その M さんっていうのは仲間5人組、この男5人組で仲良かったみたいで、その A さんっていう方の家にたもろしてたんですって。ああだこうだ。なんかこうテレビ見たりとかしてたんですって。そしたら、とある電話がかかってきて、友人からの電話だったんです。で、お、どうしたんだって言ったら、今ちょっと汚れちゃったから、ちょっとシャワー貸してくんないっていう話なんです。ああ、全然いいよなって、ああ、全然いいよってことで、しばらくしたらやってきて、で、ああ、よく来たなんじゃって、入るよって手を握った瞬間にちょっとぬめっとしたんですって、手が。で、見ると、その M さんの手が真っ赤なんですって。血がついてると。これなんだと。でも全然理由言わなくて。
でそのままスーッとシャワー室入ってシャワーを浴びて、で終わったら出てきてですよ、その仲間もいるんですけど、それを退いてその M さんと二人きりになった時に、その M さんを抱き寄せて耳元でね、ありがとうだけ言ったんですよ。何のありがとうだよって遅れてなんかちょっと来たんですよ、うん、遅れ気づきみたいな、あシャワーを犯したからだみたいな感じなんですって、うん、帰ってったんですよ、うん、帰ってって、そっからね1週間ぐらい音信不通になっちゃったんですって、うん、でどうしたんだろうなと思って M さんが一人でテレビ見てたら、あるニュースが流れた、で見てるとニュースになって、うん、何だろうなと思ったら犯人が捕まったってなってるんです、その犯人になってるんですよ、うん、でちょうどその犯行に及んだのが1週間前、そのシャワーを借りた日なんですよ、辿ってくとね、うん、えマジでお前あんなことしてたんかあいつみたいな感じになって、うん、でその間逃亡してたんですけど、その仲間4人、その M さんを除いた仲間4人になんか俺が殺したんだみたいなこと吹聴してたみたいで、うん、なんか自慢げに、うん、もう告発しちゃおうっつって、うん、警察に言って逮捕に至ったらしいんですよ、まあ不倫がちょっときっかけでそうなってしまったっていう事件で、うん、で裁判が行ったんですよ、裁判を行って、うん、でまあ一審で死刑、あの晴れてこの怪物はいなくなったわけです。そっからなんです不思議なことが、うん、この仲間4人、 M さんを除いた仲間4人みんな変死遂げしちゃってるんですよ、変死、ほぼ同時期に、同時期に、同時期、ほぼ同時期に、でこのお腹がぷくーって膨れてる、なんか腹水、なんていうか腹水炎っていう、腹水炎って、ね、ぷくーってなんか紫色になっちゃって死んでる人もいたら、うん、で一人が背中にね、自分でですよ、不思議なんですけど背中に包丁を刺してる、自分でグーって、でしかもこの関節が外れてるんですって、この状態で、そうそうそう、この自分でガーってやるもんだから、うわ、無理やり、それが人に刺されたわけじゃなさそうでした、本当に自分で刺してますよね、自分で刺してる状態、うわすごいっすね、そうなんです、でこれが、もう謎、本当に謎なんです、うん、原因は、うんうん、その生前ね、俺が一番嫌いなことは裏切られることだ。うん、裏切ったやつは全員許さねえっていうのが口癖だったみたいです。もう狂気だよね、もう口癖だ、すごい口癖だよね、とんでもねえ口癖だよね、ゴッドファーザーとかでしょ、ゴッドファーザーだよこれやるの、俺が言ったんですよじゃあ、ま、なんで自分のもんみたいな俺が言ったんですよ、そんな話を聞いてマジですかって、そので、 M さん最後に言うんですよ、これね、ガンジ君ね、死んでからなんだけど俺そっから一回も熟睡したことないんだよ、うん、なんでですかって、いや毎晩毎晩枕元に立ってね、シャワー貸してくれよ、シャワー貸してくれよ、俺を裏切んなよみたいな言ってくるんだって、うん、でマジですかって俺も、うん、そんなのあるわけないなと思って、たまたまその社長さんのとこにお世話、うん、その取材してる時ね、遅くなっちゃったら泊まったんですよ、うん、田中さんもいたよ、まあ、いましたな、うんうん、で田中さんもいて、それ、うん、社長が寝てるとこをチラッと見たんですよ、うん、そしたら来るな来るなと本当に言ってるんですよ、本当に、本当にうなされてて、うん、本当にこの話をしてしまったゆえに僕も言ってるからこれ、うん、ということは M さんの目に何も危険なことがなければいいなって話して、そう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 、私たちみんな裏切ったらピポーン、すごく大きい打足でしたね遅いなしかもティンポイントの声が出ない、なんだろう、すっごい他の要素がいっぱいありすぎて、うん、なんか入ってこない部分話自体は、いやいや、はい、これ結構やばいですね、いや本当にやばいですね、だから名前のね、どこまで出していいかちょっと怪しいレベルの、そうかなり、そうですよね、かなりやばいですね、そうだから、でもとんでもない話、いやとんでもない話ですよ、うん、ね、でも変死遂げてるの俺も聞いてなかったっす、うん、そうみんな死んじゃってるんだ、うわ怖っ、裏切ったからだろうね、うーわって分かんない、これ簡単な考察だ、うん、まあね、さんはシャワー貸したりとか、うん、ちょっとその人のためにいろいろ動いてるからなかったけれども、他のやつらはちょっとええみたいになってたから、うん、まあ、それ恐ろしいな本当、うん、うん、すっごい念だなって思いますよね、それが本当だったらね、うん、うんうん、まあでも実際ね、その取材してるところで、はい、うん、まあ
見てるわけですね。その苦しんでる実際にはね。それはすごい説得力ですね。面白いっつっていいのか分かんないけれども、そんな話があんだなっていう。そうですね。すごいっすわ。狂気、狂気、狂気ですよね。だから完全サイコパスですね。死に至る病。病。そうそうそう。死んでも恨んでるってことですよね。そういうことなんだよ。僕が言ったんですよね。僕が言ったんですよ。自分が。いや、ありがとうございます。すごい話ですよね。すごい話ですね。まあちょっとね、三振じゃないところ初めて見たので。ホームランでしょうかな。じゃあ、ホームランで。じゃあ、弱い審判やの全部覆されないから。一怖いし、一怖いし、いろんなのが混ざったような。っていうような話でした。新しい話やった。いや、すごい。いい話だったので。はい、よかったです。本当によかった。嬉しい面白かったです。ちょっとね。まあでも、ね、M さんに感謝だね、でもこれはね。なので、できれば、じゃあ次、次回、今度、田中さんの方にね、ちょっと話していただきたい。打ったれ、ホームラン打ったれ、打ったれ。ああ、わかりました。はい。ね。お二人はなんかチャンネルとか。はい。実はですね、チャンネルやってまして。やってましたね。まだまだその、年子です。チャンネルとは、まだ、ピンポイントチャンネルってね。じゃあ喋って、今喋ってんだよ、私かな。じゃあ喋ってやれ、じゃあ。ガンジー横須賀のね、ピンポイントチャンネルっていうね、まだまだ7000、今300人ぐらいですかね、登録者さんね。まだまだいっぱい伸ばしたいと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ということで、じゃあ、ピンポイントチャンネルから、ガンジーさんと田中さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。